回収します。なぜ死の十字架が監督生か、新学生とかやりませんけど、あのこれはね、御心を行うために監督生を取らせていただいています。つまりね、回収制って、民主主義だ、ね、あの多くの教会はこの回収制ですけれども、ね、そうするとですね、御心と違った場合ね、どうするかってことになってるわけですね。だからね、あの第一ペテロにあるようにね、あの教師は重い責任がある、ね、ですからね、ですから死の十字架は監督制として御心を行うということのね、つまり主任牧師イエス・キリストっていうのはね、主が監督であり、監督をね導いてくださる、そして私たちはその声に聞いて従うという、そういうことをね、ここで、この信じております。ですからね、監督制でやっております。でね、いやそんなこと言うけれどね、奥さんの言うこと聞いてるじゃないかとね、いう、これ以上言うとですね、あとで誤解を受けますから、あれですけども、ですね、ねずっと言わなきゃいけないね。まあいいや。はい。で、そのですね、そのことからはね、見ておいてください。あとはね、同性愛に関してね、じゃあったらどうするんだっていうね、ここまで踏み込まないとね、この前からね、少しお話してますけども、じゃあその方々がね、癒され解放されるように、祈ることが大事なんです。ね、同性愛は罪です。ですから罪は十字架にね、かけられました。だからその十字架にかけられて、そして十字架は癒しの恵みではあります。だからその方々が癒され解放されるように、ね、問いなしていく、祈っていくということは私たちのね、負うべきもう一つの、ね、責任です。センターって言ってね、裁くだけじゃなくて、その方々が癒され悔い改め解放されていく、そのことをね、私たちはね、一つのね、この責任というかね、この恩恵をね、追っていく必要があるとね、私は思っていますので、さえね、そのことね、覚えておいていただきたいと思います。また、ですね、明日から、このイスラエルチームが出ます。初音さんは行くのかな、行かないのかな、よくわからない、ね、でもですね、御心の方々がね、今、70名ですね、このですね、この行かれることになっております。ただ、若干ですね、後から行く方も聞いております。ね、びっくりしたのはね、行くことが決まったんですけど、パスポートが切れてるという人がいて、若干遅れていきますというね、話も飛び込んできております。ですから皆さんもね、パスポートに関してはね、ちゃんとチェックしておいてください。ね、これですね、これね、こういう事件いっぱいあるんですよ。ね、パスポートね、ね、子供の分を持ってかないでね、チケットだけ持ってあって行けると思ってたっていう人もいましたし、その親の分だけのパスポートで、子供の分のパスポートがなくて、出国できなくて、ダメになっちゃったというね、こともありましたし、いろいろね、ありますから、そういう点はね、教会の方で確認をね、ぜひされていただきたいなと思います。そしてですね、さらに、この中で、このですね、イスラエルチームですね、特に、この今回ですね、ユダヤ人、ロシア人教会との奉仕とか関わりですね、その日程はちょっと出てませんけども、多分、ね、土曜日が向こうの礼拝ですから、ですね、このそこで、コメントされると思いますし、まあ、去年の場合ですね、日曜日の夜だったかな、土曜日、月曜日の夜だったかな、来られて、この集会をしてくださいましたので、多分そうだと思います。そして11月3日ですね、はい、これはね、多くの方々の結婚記念日ですけどね、ね、3組か4組ぐらいでね、11月3日、はい、カズさんたちもそうだと覚えておりますけど、はい、このラビの方が来て、ね、ちなみに私は11月3日ではありませんから、はい、ですね、ラビの方が来て、このね、この話とですね、交わる時がありますので、ね、ぜひ覚えていただきたいと思います。はい、それとともにですね、
ね、あやちゃんが明日入院されて、火曜日に手術、そして水曜日にはですね、この中藤姉妹が、この手術をされるということですね。ぜひ覚えてお祈りしていただきたいと思います。お祈りします。愛する天の神様、この27日にラスの手術をされる愛ちゃんのうちにさらに癒しを進み、回復を進み、礼を進み、祝福してください。医学の手、神の手を持って本当に完全に癒され回復し、また再発することがないように守り導いてください。また、この巻き爪の手術をされる、中戸姉妹のうちにあっても、その巻き爪を癒し、また骨折をしている小指を癒し、あなたの癒しと回復、守りを持って導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。さあね、覚えてお祈りしていただきたいと思います。はい、それではですね、この聖書の方に入ってまいりたいと思いますが、今日はユダの手紙の11節からですね、16節と、ね、開いてまいりました。で、ここはですね、このですね、4節のというのある人々が密かに忍び込んできたからです。その忍び込んできた人々がどういう人たちかということをさらにね、このユダが詳しくね述べているところです。特にこのですね、11節のところね、その特徴がね、一つこの旧約のある方々の特徴と同じであるということをですね、ここで述べていますが、でこの11節に、ああ彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラの子のように背いて滅びましたとありますね。カインというのはね、カインとアベル、アダムの息子であるカインとアベルですね。で、この神様に捧げ物を捧げました。で、その時ですね、この神様は、ね、アベルの捧げ物を目を留め、カインのものに目を留めませんでした。そしてさらにね、神様は、ね、あなたは怒りを収めよという神の言葉を受けたのにかかわらず怒りを収めなかったんですね。で、最初の殺人を犯してしまうわけですが、で、その中でね、一つのね、根本的な特徴があると思うんですね。それは何かと、カインはね、神様の言葉に信頼しなかった。表面的にね、あ、捧げ物すればいいや、ね、表面的にね、神様を信じればいいや、そして神様が怒りを収めるという意味、ね、さらに神の約束、神の言葉があるのに、そうではなくて自分の目、自分のメンツ、神の言葉と自分のメンツってね、結構試される場合がありますからね、これはね、ちょっと気をつけていただきたいなと、ね、思いますが、それとともにですね、このバラムですね、この第二列王記の22章から24章に出てきます。物言う ロバカってやつですよ、ね、そしてこのイスラエルを呪いっていうのに、ね、逆に祝福してしまいましたけれども、黙示録にねバラムの教えってね書いてあります。じゃあこのバラムとは何かというと、偶像礼拝をイスラエルのために入れた人、つまり神でないものを神として惑わしたもの、偶像をね入れてきたもの、そしてね挙げられています。確かにイスラエルを祝福しましたけれども、イスラエルにこのね神でないものを神とする罪をね犯させるということをね入れてきたね方です。そしてコラってね、おいコラじゃなくてコラ、ね、これねこれはですね、民数記の16章のところに、ね、出てますけども、でこの16章ね、なんてね、モーセと、ね、アロンに対して、ね、立ち向かったんですが、コラってね、賛美チームだったんです、ね、主を賛美する者たちだったんですね。そして主を賛美する者たちが主を賛美している中で、その時のね、この旧約聖書において神様が立ったモーセとかアローンのですね、内側の主人氏、つまりね、これ高慢の罪なんですよ。モーセなんてなんだ、アローンってなんだって言ってね、私たちは賛美隊だって言ってね、まあ賛美チームですけどね、賛美隊がそうだなんて言ったらね、もう大変なことになりますから、ですからね、この高慢の罪をね、つまり高ぶりの罪を入れてきた。つまりここでね見るときに、その
入り込んできた兄弟たちは、ね、教会の中で何をしたかというと、神の言葉をそしり、神でないものを神とし、そして高ぶってきたということで、ここで言ってるわけです。逆に言うとね、私たちもそのことがあるぞということね、見分けていく、またそんな、害を受けることがないように注意する、これはね重要なことなんですが、そして10節に、彼らはあなた方の愛さんの市民です、恐れもなく共に縁を張りますが、自分だけは養っているものであり、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない仮に枯れて根細ぎされた秋の木、自分の鉢の泡を湧き立たさせる海の荒波、さまよう星です、真っ暗な闇が彼らのために永遠に用意されています。でここで言ってるのはね、実質がないって言ってるんです。実質がないって言ってるんですね。この愛さんの染みって何かというと、これ何を言ってるのかね、ここにもう一つね、自分だけを養っているものであり、第一コリントのね、我先に食べるってあるんですけども、つまり自分だけ食べて、その当時のね、愛さんっていうのはね、このですね、教会でみんなで食事をする、イエス様の復活をね覚えて、その当時は聖餐と夕食を一緒にすることが教会の一つの流れでした、ね、ですからね、そのね、この集まってですね、夕食を共にしながら聖餐をするという初代教会ね、イエス様の食事の場面を再現することが一つのね、礼拝の一つの流れでした。でもその中でね、そういう方々のね、一つの特徴は、我先に来て、これね、自分だけを養う、つまり他の人を顧みない、ね、他の人を顧みていないということをユダは言っています。そして共に、ここね、面白い言葉ですけども、水のない雲、ね、風に吹き飛ばされ水のない雲、これね、日本人だとね、ちょっと分かりにくいですけどね、イスラエルとかね、中東方に住むとですね、分かります。雨って非常に大事なんです。ね、よくね、イスラエルチームに行くとね、虹が出ます。今日もね、主砲 の虹の写真ですけどね、向こうのガイドの方ね、雨が降るとね、喜ぶんです。こっちはね、雨降るとね、鬱陶しいなと思うんですが、皆さんは鬱陶しいと思われますでしょうが、私たちユダヤ人にとって、ガイドとしての立場で、ね、ユダヤ人としてね、雨は本当に喜んでます。どうしてかというと、雨が少ないからです。ね、そしてね、ガリラヤ湖の水がどん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 減ってね、約20年前行った時ね、もう満々とあったのね、もうずっと減ってってね、どん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 ね、桟橋が沖の方に行っちゃうとかね、そんなこともね、あったんですね。ところが去年いっぱい雨が降って、ガイドの人はね、喜んでる、ね。ところがここに、水のない雲って何かというと、雲があってね、水が降りそうなね、雨が降るかなって期待させながら、雨が降らない。わかりますよね。雨を求めてる人たちにとって、ね、雲ってのはね、雨を降らすものだって意識がありますから、そのね、雨が降らない、つまり実質がない、実質がない、雲あるけど、ね、だから風が吹くとすぐに消えてしまうということで、ここで言ってるわけですね。そして実を結ばないに枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木。秋になるとですね、まあ、沖縄だとね、年中あるんですけどね、本土にいるとね、秋にいるとね、いろんなね、果物がなるわけですよ、ね、ところがね、ならない木ってあったりするとね、無駄だとかね、つまりジップルもまた実質がないと、ね、そしてですね、この自分の恥を荒れに湧き立たせる海の荒波、ね、沖縄の海じゃあんまりないですね。泡。
ところがね、本土とかね、そういうところで ね、波が立つとね、泡ができるんですね、泡。泡泡泡って感じでね。そして、ね、あの洗濯機の泡見よりもすごい泡ね、うんうん、ね階段ずにわーってなるんですよ。あれ、何の意味もない。ね。日が照ればすぐ消えてしまう。これもまた実質がないということで、ね、ここで言ってるわけですね。で、真っ暗な闇が帰るために永遠に用意されている。その実質のない帰らには、この裁きが用意されているぞとね、聖書が言っています。そして、14節からも少しお見せしますが、アダムから7代目のエノクも彼について予言してこう言っています。三好は千万の生徒を引きつけてこられる。すべての者に裁きを行い、不敬虔の者たちの神を恐れず犯した行為の一切とまた、神を恐れる、恐れない、この恐れずに犯した行為の一切とまた、神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切について、彼らを罪に定めるためである。彼らはブツブツ言うもの、笛を鳴らすもので、自分の欲望のままに歩んでいます。その口は大きなことを言い、利益のためにへつらって人を褒めるものです。これはエノク書、ね、第一エノク書というところに出ていますが、このね、これ何を言ってるかというとね、このエノク書がなぜね、用いられたかどうかは天国に行って聞きたいと思っていることですが、ここで言ってる実質はね、イエス様が再臨してこられるぞ。そしてイエス様が正しい裁きをしますよ、ということなんですね。ですからね、そこをね、目を留めていただきたいと思います。ね、このイエス・キリストが再臨されて、イエス・キリストが正しい裁きをする。これね、私たちにとっての一つの希望なんです。そして共に、その時ですね、その彼らの実質がもう一つまた出てきます。ブツブツ言うもの、不平を鳴らすもの、自分の欲望のままに歩んでいるもの、その口は大きなことを言い、利益のためにすべて人を褒めるんです。つまり、自分のために、動いている。そして神の言葉を感謝するなんてブツブツ言っている。つまりこれね、聖書が言っている教えと真逆ですよ。そういう方々に気をつけてください。そして来週ですね、このイエス・キリストをね、この知っているものがどんなものであるかということをね、ここで述べていきますので、さあね、見ておいていただきたいと思います。お願いします。はい、それでは主の神様、さらに私たちのあなたは愛し、あなたにしてね、あなたのうちに歩むことができますように、助けに導いてください。さらにこの癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず悔い改めの時を共にお持ちしてまいりましょう。お願いします。愛する天の地の神様、さらにこの癒しを過ぎ、解放過ぎ、礼を過ぎ、祝福してください。イエス・キリストって癒されよ、癒されよ、癒されよ、オーラス・サンダラス・サンダラス。この少し熱がある方がいますが、それが、癒されていきます。癒しを受けてください。オーラス・サンダラス・サンダラス。また、この喉が悪い方が癒されていきます。イエス・キリストに癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。どうぞお座りください。短く黙祷したいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。